はい、速稼塾の久保です。前回ね、花龍馬さんの動画の中で勇気が必要だ、大事だっていうお話をされたと思うんですけども、さあそれではね、ここでね、大きな疑問にぶち当たるんですよ。じゃあ勇気ってのは何なんですかね。勇気ってのは無謀という言葉とね、よく履き違えられますけども、どういうことなんでしょうかってことなんですよね。そして勇気ってのは鍛えることができるのか、それとも持って生まれた量ってのがあって、それが一生変わることがないのか、勇気を持たない人がいつからか勇気を持てるようになるのか、それはどのようにしてやっていくのかなってことなんですよね。まあ、例えばね、まあ、私は、まあ、大した修羅場というものはくぐってませんけども、それなりに例えばね、まあ、戦ってみたり、パンチで戦ってみたりね、商売で戦ってみたりとか、まあ、逮捕されてみたりとか、やから難しい交渉したりとかね、それからまあ某組の事務所の中に入ってぶん殴られて、しまったこともありますけどもね。でもこれは勇気があってできたことではないんですよね。たまたまそうなってしまって腹をくくったわけなんですよ。死ぬも生きるも今日限りだなと、もうここで終わるのもそれも人生かなっていうふうに、まあ言ってみれば諦めたってことなんですよね。で、勇気ってのは私は格闘技をしてる中でね、空手をやってる中で教わったことがあったんですけども、勇気ってのはね、自分の精神とは切り離された全く別のところにあるもう一人の自分の感情なんだよって、まあ本能に近いんだって言われてました。その言葉を信じるとしたら、勇気ってのは持って生まれたものであって、もう変えることができないっていうことなんですよね。でもその反面、勇気を制御したり、勇気をさらにね、前面に出したりすることができるそうなんですよ。それが鍛錬によって行われることだっていうんですよね。まあ、例えばね、組手をします、空手で。ね、こうやって2人1組で戦う練習をするわけなんですけども、それを繰り返すことによって、条件反射的に受けることができたり、避けることができたり、反撃する交差法っていうのがあるわけですけども、それが使えるようになってくると、あ、ここまでトレーニングしたんだから、まあ少々ねその辺の素人に囲まれたぐらいじゃ負けねえなというふうな気持ちには確かになったんですよ。でもそれは絶え間る訓練の結果、そういうふうに精神が後でついてくるって話なんで、これをやんないと勇気が出てこないってことになると、例えばビジネスだったら何回も破産しないと勇気が出てこないってことになっちゃうのかなと思うんですよね。で、勇気を炎に例えた人もいます。これは映画でね、シルベスター・スタローンさんのロッキーっていう映画なんですけども、勇気っていうのは何だと、それはお前の中に燃える炎なんだよと、その炎の扱い方を間違えるとたちまち焼け死んで、その炎はお前を包んで燃え広がってしまうと。でもこの炎をちゃんと扱えるようになると、それは自分に火をつけてくれる、ハートに火をつけて勇気になってくれるんだ、だからその炎を恐れずに侮らずに操っていけっていうふうなね、そういうふうなね、トレーニングといいますかね、言葉があったのを思い出すんですよ。まあそうなると、やっぱ勇気っていうのは確かにあるんだけども、それがどっからもたらされてるのか、どうやってそれをコントロールすればいいのかってところまでは、誰に聞いてもちょっと今のところね、分かんないんですよね。だから何かね、挑戦をするためには勇気が必要だ。確かにそうなんですけども、挑戦できなかった人には勇気がなくって、しかも勇気を鍛える方法がないとすれば、挑戦できない人っていうのは、永遠に挑戦できない人生になってしまうということを認めないといけないのかなと思っちゃうんですよね。まあですんでね、ここでちょっとね、どんな方でもいいんで回答をいただければと思うんですけども、勇気っていうのは持って生まれたものなのか、それとも生きていく過程で育まれていくものなのかね、これが一つ目の問いなんですよね。二つ目の問いは、勇気っていうのは育てることができるのか、なくなってしまうものなのか、要するにトレーニングによって鍛えられたり退化したりするものなのかってことなんですよね。そしてできればね、3つ目の問いですけども、どうやったら勇気が鍛えられるのか、その方法も分かればね、勇気がある人に教えていただきたいと思います。私の場合はまあ勇気があるというよりもね、何でしょうね、あるんですけどもね、私はね、それはある意味命を投げ打つ、その腹がくくれているかなってことなんですよ。ただこれもね、ちょっとね、逸話があって、空手の組手の中で、その10人組手っていうね、そんなトレーニングがそこの道場で私が行ったところにあったんですよ。それは
まあ、10人も同乗生いなかったんでできなかったんですけども、3人対自分1人で自分が真ん中にいてね、で目隠しをした状態なんですよ。まあでも目隠しは実際せずに目をつぶれって言われたんですけどね、私は真ん中にいて目をつぶって3人に取り囲まれた状態でこうやって構えてるんですよ。そしていつ何で襲ってくるかわからないから、それを避ける練習なんですよね。いや確かにすごく怖くて、どっちかっていうとこういう風な感じになっちゃってね、もう縮こまっちゃって亀みたいになるんですよね。で足も全然動かなくなってベタ足になっちゃいますし、うん、なんか怖いんで声が出るんですよ。うわーって感じでね。そしたらまあ勇気を出せとは言われるんですよ。勇気を出せと、これは訓練だから死ぬこともないし怪我はしないよって言うんですよね。まあその瞬間私はそうだよなと思ってね、リラックスできて、まあバシンとね、ナイロンの竹刀で叩かれたりはしたんですけども、蹴りとかが入ったんですけども、なんかちょっとだけね怖さが消えたんですよ。でも今思うと死ぬわけじゃないって言葉にすごく引っかかってるんですよね。最悪の状態でも死なないとかね、ダメージを受けないと思ったら、だったらと思ってリラックスできたり気持ちが前向きになるの、これ勇気じゃねえなと思ったんですよ。勇気ってのは挑戦をした後失敗したら知名度を浴びる、成功したにしても無傷では済まないっていう状態のことを、まあその状態に向かっていくことを勇気っていうんじゃないかなと思うんですよ。でここでね、私は何度かお話したマンモス思考っていうねお話をしようかと思うんですけども、それは昔ねマンモスがいた時代に、私たち男は自分の家族や仲間たちを守るために近所の男どもとね一緒にチームを組んで一頭の巨大なマンモスを倒しに行ったはずなんですよ。そしてそのマンモスを倒せば肉にありつける、食料にありつけて餓死する危機から逃れられるんですよね。でもマンモスはでかいですよね。踏みつけられたら私たちでも死んでしまう、死なないまでも半身不随になったり片手片足を失ったりね、片目をえぐられたりするわけですよ。でも私たちは生きるために少ない勇気を振り絞ってなのかどうなのか分かりませんけど、マンモスに立ち向かっていってね、10人がかり20人がかりで、なんか罠に追い込んだりとかしてね仕留めてくるわけなんですよね。でも帰り道肉を持って帰るその男たちの中に帰ってこれない死んだやつもいるんですよ。そしてなんとか帰ってきてるけども、本当にね片手片足を失ったりとかね、それこそ半身不随になって人に引きずられて帰ってくるやつもいるんですよ。そういうことを繰り返して私たちは生き延びてきたと、いやさすがにねこの一食一食食べるために生き死にが常にかかってる状態、これはね勇気がいるなと思うんですよね。体力のあるやつばかりじゃなくて背のちっちゃいやつとか体格の悪いやつもいますからね、もう戦いに行く前に死ぬみたいなもんじゃないかみたいなね、そんな状態でも家族を守るために自分の身と引き換えにマンモスを倒しに行った、まあ、その子孫末裔が私たちなんじゃないかなと思うんですよ。だからそういうことで言うと勇気っていうのは先祖が育んでくれて私たちに相続できてるんじゃないかなと思いますが、でもそれでもね挑戦するには勇気が必要だということだったら、挑戦できない人には勇気が相続されなかったとも言えるんですよね。まあこういうふうに一つの言葉からねいろいろと考えることができるなというのが私の見解なんですけども、いかがですかね。途中で3つの問いを出させてもらいましたけども、これはね私も答えが出てないんですよ。でも私はたまたまいつも勇気がある状態なんですよ。クラスで分かる人って言った時も私は手を挙げること躊躇なかったですしね、どちらかというと何て言うんですかね、実際やらなかったですけども、朝礼とかあるじゃないですかね、生徒がバーッと全校生徒並ぶところね、でそこにバイクでガガガガンって行くのも全然私平気でしたよね。やらなかったですけど、バイクがなかったんで免許もなかったですね。まあけどね、いわゆる調和を乱すことには何の躊躇もないんですよ私は。そういう意味では勇気があったんじゃないかなと思いますし、まあ無謀とも言えますけどもね、要するに私は空気を読めってよく言われる人間だったんじゃないかなと思います。まあ私のね10代の頃空気を読むなんて言葉はなかったんでね、最近の言葉ですけどあれはね、空気を読むっていうのは、ただ私はその KY っていうね空気を読むことなんてクソくらいですね今でもね、それはね他の人がどう思うと自分の人生には関係ないってところからスタートしている。でも自分に余裕ができてきたら
他の人の人生もやっぱりね、おもんぱかっていかないといけないなって感じで、今は1本も2本も5本も10本も引くことができるんですよ。人の話を聞きながら、なるほどねと共感して、わかるよその気持ちっていう風にやる余裕が出てきたんですよ。でも私はまあちょっと前まではね、人が話しかけたら待てと、お前が喋るなと、俺の意見が正しいんだから他の意見は必要ないっていうような、こんな人間だったですから、ね、とんでもないですよね。だからこれは勇気というもう自分勝手もう身勝手無謀だったのかなと思いますね。本当によくねここまで生き残ってこれたなって思うんですけども、うん、やっぱりある意味ね、久保哲郎に盾つくと厄介だからっていうので周りが気にしてね、なんか従ったふりをしてくれたんでしょうね、きっと納得したふりをしてくれたんでしょうね。そういう意味で言うと私もね、ずいぶん乱暴だったかなと思いますけども、その分今はね、そういうところも大いに反省しながら、ある意味ね、力を持てばその力を周りの人に使って恩返ししないといけないなって気持ちになってますね。であとは強いて言うなら、勇気っていうのは自分の身を挺して他者を守る気持ちかなと思ってます、うん、勇気ね、うん、だからみんなを助けるためには俺はどうなってもいいっていうふうに公の前で言えるのかどうかですよね。このセリフの恥ずかしさもかっこつけども結構言うのが勇気がいるなと。そして漫画から取ってきたようなセリフなんで、これ結構言うのね、勇気がいりますね、まさにね。あ、勇気いりますね、はい、じゃあ本日は以上です。いってらっしゃい。